親友が不倫して以来、頭がおかしくなってしまった。俺と親友は小4からの付き合いで、同じサッカーチームだったから、親ぐるみでの付き合いを20年以上やってる。お互いに結婚しても、付き合いは続いていて、俺の嫁と親友の嫁も仲がいい。堅物だった親友が、みそじにして不倫にはまった。いわゆる相談女ってやつらしい。DV 彼氏と別れたい云々の相談を受けてるうちに、はめられてはめた模様。親友は、見た目も中身も、変なやつになってしまった。茶髪になり、メガネフレームがチャラくなり、香水プンプンになり、スキニージーンズを履くようになった。痛々しい若者言葉を使い、俺が、ん?という顔をするたびに、得意げに、時代についていけてねえなー。と解説してくる。去年の年末、ついに親友は、嫁さんに離婚してくれと言った。俺の人生はここからだ。お前一人で終わる男じゃないんだ。頼むから俺を解放してくれ。と言ったらしい。親友の嫁さんが俺の嫁に、愚痴りながら泣いていた。親友の嫁は、ついに離婚やむなしという結論に至り、財産分与等、具体的な話をすることになった。証人として話し合いの場には、親友嫁の父、親友の弟、俺がいた。なお、親友父は、脳梗塞をやった後遺症があり、親友母は足が悪いので、親友嫁さんが、週末や会社帰りに、通いでいろいろやっていた。その件についても、話し合わねばならないのだが、一番神経がわからなかったのはここだ。親友は、離婚しても、嫁さんが、自分の親の面倒を、続行してみてくれると思い込んでいた。親友嫁の父と親友の弟は唖然。親友の弟。なんでそうなる?親友。え?俺。いいか。離婚したらもう他人なんだから。嫁さんにそんなことする義理はないんだ。親友。義理って。嫁さんの方を向いて。お前は、俺の親に義理で接してたのか。そんな女と思わなかった。親友弟は、情けない。と頭を抱える。俺。お前、自分が何言ってるか分かってるか。親友、嫁さんに向かって。お前は、俺の親が嫌いなのか。親を見捨てるのか。この後は、鬼のような女だ。離婚で正解だ。みたいなことをわめき始めたので、嫁さんは、父親に連れられて退場した。俺と親友の弟で、離婚したら、お前の親の面倒を見るのは、お前か新嫁だ。と辛抱強く説明したが、親友は、中途半端なとこで物事を投げる女だ。とずっと怒っていた。不倫女に面倒を見させる気はないらしい。親友の中では、不倫女は弱いから、俺が守ってやらないと。介護や雑事なんてさせられないお姫様。嫁さんは強い女だから、ほっといていい。雑用向き。親のことが大好きだから、今後も世話するだろう。の図式が出来上がってしまっていた。嫁さんの父親がカンカンで、弁護士入れて徹底的にやってやる。と宣言したらしい。俺の嫁は、相談女は、絶対に親友さんと結婚しない。慰謝料同行になったら 100% 逃げると思う。と言ってる。俺もそう思う。俺親は、親友親とは付き合いを続けるが、親友本人とは疎遠になる方向。俺も同情の予定。地味だが、堅実でいいやつだったのに。たった2年で、人間、こんなに狂うのかと、ショックだった。